ま、デジタル庁ができて何するんだろうなと思ってるんですけど、逆に今回コロナで起こったことを徹底検証して、こういうことをぜひデジタル庁は進めてもらいたいなと。玉木チャンネル。はい、皆さんこんにちは。えー、玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございます。さて今日はですね、この9月1日に発足をいたしましたデジタル庁について話をしたいと思います。 デジタル庁作ってもですね、箱作ったらいいってもんじゃなくて、やっぱ仕事の中身とか行政のやり方自体を変えていかなきゃいけなくて、特にこのコロナ禍でいろんな日本のですね、実は日本はデジタル進んでんのかなと思ったらもう圧倒的に遅れていたということで、まあこれ大臣自身が言ってますが、デジタル配線ということで、まあデジタルで負けてると、国際的にもね。で、これをなんとか取り返していかなきゃいけないということで、私2つぜひ速やかにやってもらいたいと。 一つはですね、コロナでも明らかになりました。日本の場合ですね、例えば、そのマイナンバーということを使ってですね、銀行口座を作るときとか、銀行口座を持つときには、そのマイナンバーの申請をもう義務付けて、あの、私経験があるんですが、1995年にアメリカに留学して、もう95年ですから、もう3世紀前ですけどね、そのときにアメリカに行ってまず、 あの、困、困るというか、生活に必要なね、銀行口座開こうと思って銀行行ったんですよ。そしたらね、あの、ソーシャルセキュリティナンバープリーズとか言われて、つまり、あの、ソーシャルセキュリティナンバーって日本で言うとマイナンバーみたいな、社会保障番号と言って、これ外国人にもこうやって住んだらくれるんですけど、それがないと銀行口座開けなかったんですよ。で、当時からだから銀行口座と、やっぱりその、ソーシャルセキュリティ番号っていうのは紐付けられていて、 で、日本でも実はですね、証券口座を開くときには必ず求められます。ですからもうすでに証券口座についてはマイナンバーと紐づいているので、そのマイナンバーカードで辿っていくと全部証券口座が全部名寄せできるということになってますけど、で、そろそろ銀行口座もですね、私はもうやったらいいと。ちなみに韓国も中国ももうやってます。当たり前のように。ですからまあマイナンバーも利用しながらですね、え、ある程度、その国が 資産所得を正確に把握することができればですね、もうある意味、もういちいちなんかこう申請書類書いたりとかですね、えー、あるいはまあその所得証明、銀行の残高証明を持っていったりっていうことがいらなくて、もうすぐ、セールが決まればすぐ来週にも振り込みますと、いうことが可能になるので、まあデジタル化ってのはむしろこういうところにね、しっかり使ってもらいたいな。で、二つ目はですね、これもコロナで出てきたんですが、えー、日本の今のですね、 医療行政の問題はですね、行政が持っている情報と医療機関が持っている情報がこう切れてるんですね。でもっとわかりやすく言いましょう。例えば、その、ワクチン接種が進んでいった中でもデルタ株ですごく感染者が増えて、50代、40代の重症者、死亡者が増えてきましたよね。で、その時に、あ、だったら簡単なんですよ。50代、40代の人で基礎疾患のある人だけ、もう明日から優先的にワクチン打てますよ、と。 いう枠を設けて、ここ来てくださいねっていうのをピンポイントで連絡してあげれば、そのすぐ予約取れるし、すぐ受けられたら、50代、40代のリスクをぐっと下げることができますよね。ただこれできないんです。やるべきなのはですね、このリスクの高い人に優先接種を進めるためにも、この行政の持っている情報と医療機関の持っている、例えばそのカルテの、電子カルテの情報ですね。これをうまくですね、もちろん個人情報も配慮しながら繋ぎ合わせることができれば、さっき言ったように、 リスクの高い人にピンポイントでですね、えー、情報を送ってワクチンの優先接種を進めていったりですね、こういうことが可能になるんですね。ですから、まあ、デジタル庁ができて何するんだろうなと思ってるんですけど、逆に今回コロナで起こったことを徹底検証して、こういうことをぜひデジタル庁は進めてもらいたいなと。ー大事なことは、セキュリティなどにも注意しながら、国民にとって便利になったねと。 思われるような行政に変えていくこと。これをですね、デジタル庁にはきちんとやってもらいたいし、我々しっかりプッシュしていきたい。その、ちょっとこのリベラルを名乗っているような方々にも考えていただきたいのは、本当に困っている人を助けるためには、もちろん個人情報をきちんと管理しなきゃいけません。ただ、そろそろそこの限界を超えてですね、やっぱ積極的に、あの、やっぱり情報の利活用をどううまくしていくのかと。 いうところにですね、時代に合わせて考え方も変えていったらどうかなというふうに思いますので、まあ、そこも含めてしっかりとですね、あの提案をしていきたいなと思っております。はい、今日はですね、デジタル庁9月1日に発足しましたので、特にですね、急いでやってもらいたいこと、やるべきこと2つ今日は解説させていただきました。それでは、玉木チャンネル登録お願いします。